おいや、どうも、IG でございます。本日なんですけども、ユナイテッドハーズに勝利だー、若手大爆発ということで、いや、2試合連続勝利、久しぶりじゃねえか。しかも、気持ちいい勝ち方だったよね。まあ、ウルブス戦はさ、まあちょっと見方を変えれば、まあ前半ね、良かったのに、後半はちょっと失速しちゃって、まあ最終的にメイヌのおかげで勝ったけど、メイヌがいなかったらやばかったよね、みたいな、そういう試合だったけど、今回まあ割と、ウルブス戦の時のような、まあなんつんだ、もやもやする感じは全くなく、クリーンシートで勝つことができたので、これはマジで、でかいんじゃないかなと思います。いや、ハマーズ戦確か、去年の年末かな？まあやった時はね、もうモハメド・クズスにもうやりたい放題やられてさ、ね、ボーエンにも決められ、もうなんかほんと絶望的な敗北だったので、俺はね、結構心配してたんですけど、クズスのことをね、ルークショー先輩がバチバチに抑えてましたし、まあ前回の時のね、スタメン振り返ると、エヴァ推しとかね、カンボアラ君がスタメンだったわけですよ。まあその時と比べたら、復活したマグニートね、リサマルが、まあセンターバック務めてましたし、最高のメンバーが揃えばね、まあハマーズぐらい、余裕っすみたいな勝ち方を見せてくれて、俺はマジで嬉しかったです。まあとりあえずこんな感じでね、試合内容としては非常によく、ウェイよウェイよって感じだったんですが、まあ我らがリサマルがね、負傷してしまい、その負傷はね、かなり重傷そうということですので、まあこれは結構悲しいかなーって感じですね。リサマルがいない時のユナイテッドってね、本当にバイブス低いですから、まあこっからちょっと、まあ今回のような試合が続けられるかっていうのは、まあ心配なポイントだし、まあ逆に選手たちはね、リサマルがいない分、逆にバイブス上げてね、ディフェンス陣営バッチバチにやってくれないと、まあまた雰囲気悪くなっていくのかなーっていうのは個人的にあります。まあとはいえ、今回はね、若手、特にホイ&ガルナチョ、この二人が爆発したおかげで勝ってくれましたから、リサマル離脱しちゃったけど、ここからね、チームの団結力高まって勝てたみたいな、まあそういう感じで、まあ進めてたらいいんじゃないかなと思います。あとね、配信でちょこちょこ、コメントありましたが、ここ最近動画投稿頻度下がっております。しかもユナイテッドの振り返り動画の後に振り返り動画って、まああんまりね、うちのチャンネル的にやってなかったんですが、まあここからね、新居に引っ越して、一通り落ち着いたらね、また動画の投稿頻度戻っていくと思いますので、まだ2月の上半期はね、ちょっと忙しいと思うんですけども、落ち着いたら動画の投稿頻度戻ると思いますので、まあ戻った際はまたチェックしてくってくれたらいいんじゃないかなと思います。総括みたいなことを話してしまいましたが、ここからバッチリ試合の方も振り返っていこうと思いますので、最後まで楽しんでくれたらいいかなと思います。それでは行きましょう。Let's go!まずはスタメンの方から見ていきましょう。キーパーはオナナ、左からショー、リサマル、マグワイヤー、ダロト、そしてダブルボランチはカズミル&メイヌーになっており、2列目は左から大統領、ブルーのガルナチョ、ワントップポイという布陣でございました。前回の試合ね、バラン&リサマルが最高のコンビを見せておりましたから、マグワイヤーがスタメンになったのは非常に驚きましたし、復活したマグワイヤー今回の試合でかなりかましてましたから、最初はびっくりしたけど、まあ納得の人選だったのかなって感じです。まあそれ以外は特に大きな変更がないスタメンだったんじゃないかなと思います。ちなみにハマーズはね、前回の試合厄介だったルーカス・パケタが怪我でいなかったということでしたので、まあここは結構ラッキーだったと言うしかないのかなって感じです。さあ早速試合の方振り返っていきますと、前半はまあ総括すると、最初の方はどっちかなどっちかなみたいな、そういう感じでしたが、ホイルンドが前半の最初の方、多分20分ぐらいだったと思うんですけど、相手のことをかわしてからの逆足のシュートをバチコリ決めて、まあ先制するという素晴らしい状況で、まあユナイテッドは試合を進めることができました。あのシュート半端なかったね。ザ・ストライカーっていうかさ、まあ俺たちが求めていた、まあ9番タイプの得点パターンみたいな感じだったじゃん。あれは良かったし、ホイのね、速さと器用さが、まあ現れたゴールだったので、マジで最高だったし、ゴールパフォーマンスのね、これ、多分ロナウドじゃないかなっていう感じでしたが、いや本当に嬉しかったし、誕生日にね、あんな素晴らしいシュートを決めきっちゃうホイは、マジで持ってるっていうか、最高だったんじゃないかなと思います。後半入っていきますと、後半始まってすぐに、マグワイア先輩がね、ボール取られて、みたいな状況にはなりましたが、エメルソン先生がね、外してくれたことにより、後半始まってからね、いきなり点決められるみたいな。ユナイテッドって後半の立ち上がり悪いからさ、まあそういうことが起きてもおかしくないチームなんだけど、まあエメルソン力のおかげで、まあそのような不幸はなくなったということで。まああのミス以外はね、マグワイア良かったんだけど、あのミスが結構こぶりついちゃうから、マグワイアさんみたいな、なんかそういう気持ちが、まず若干俺の中で残ってます。まあそのミスの後かな、割と早めにブルーノからもらったパスを、まあガルナチがそのままカットインからのシュートを打
ちまして、まあ一応相手に当たってリフレクションしてガルナチョが2点目を決めるという感じになりました。今回のガルナチョのパフォーマンスはね、安定のクリスティアーノ・ロナウドということで、ガルナチョのゴールパフォーマンスについてディマリアにね、なんかいろいろ言われたりしておりましたが、まあ別にね、いいじゃん、アルゼンチン出身でもロナウド好きでもとか、まあ別にディマリアもね、そんなにディスってるわけじゃないんだろうけども、まあ別にいいじゃん、みんながメッシのポーズしなくてもとは思ってしまいます。好きなもんぐらいね、別に生まれた国でね、これを好きじゃなければいけない、崇拝しなきゃいけないってもはや宗教だから、ディマリアの気持ちもわかるけどなっていう、感じがしました。まあちょっとあれだね、試合の話に戻そうね。で、それ以降のユナイテッドなんだけど、基本的にユナイテッドがボールを持って支配して、本当にチャンスが多いという状況でした。まあ最終的にね、マックさんが持ち運んで、ガルナチョが沈めて3対0という感じにはなりましたが、まあ正直4-0、ないし5-0でもおかしくないぐらいユナイテッドチャンスありましたから、まあちょっともったいなかったのかなっていう感じです。まあ主に得点決まんなかった要因は、ちょっと大統領がね、ちょっと焦ってたのかな。まあ若手ホイトがガルナチョが得点決めてね、イケイケな感じだったから、まあラッシュフォードもね、結構、まあ強引にというか、まあ俺が言ったるぜみたいな、まあ結構熱さとね、焦りとバイブスのなんかいろんな気持ちが混じり合ったプレーが何回かあって、まあ今回は別になんつうんだろうな、大統領めちゃくちゃ悪かったかっていうとなんかちょっと絡まっちゃった感じがあるから、あんまりディスりたくはないんだけど、ちょっと大統領がね、うまくいかず、まあ追加点生まれずみたいな感じで、まあ結果的に3対0で勝つことができました。おいえ、個人的にやっぱ一番良かったと思ったのはガルナチョかな。ガルナチョ、前回のウルブス戦はね、個人的にあんまりだったかなって感じだったんですが、まあウィンガーにやってほしいプレーみたいなのも今回全部やってくれてましたし、まあ割と今回は冷静にプレーしてたような気がしましたので、今回ガルナチョ最高だったんじゃないかなと思います。てかがっつりハマーズ相手に2得点取ってチーム勝たせるってすごいよね。こっからの未来が楽しみでしかないし、まあマウント先生がね、スペー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 スペって感じになってるから、まあマウントとガルナチョの活躍を比べてしまうと、ガルナチョが7番でも良かったんじゃないかなって思えた試合でした。まあマウントがね、来シーズン復活して全く怪我せず大活躍みたいなこともありますから、まあ来シーズンからね、ガルナチョが7番でいいみたいな、そういうことが言いたいわけじゃないんですけども、まあ今回のガルナチョというのは背番号7番を背負ってプレーしてても違和感ないぐらい素晴らしかったと思いますので、この調子でガンガンガルナチョ得点を決め続けて大活躍してくれたらいいんじゃないかなって感じです。あと2人目はやっぱりホイルンド。おい、止まんないね。プレミアリーグ4試合連続得点、公式戦4試合連続得点ということで、連続得点記録をガンガン伸ばし続けているフォイ。本当にフォイいいよね。一生懸命プレーするし、ガタイも強いからさ、ポストプレーでガッチリやれるし、足も超速いし、足元も器用だしで、そんなやつが得点力持ったらもうほんと半端なくなると思うから、マジでフォイこの調子でやっちゃってくれって感じです。前回の動画で言った、まあなんだろう、15ゴール5アシストとかなんかその辺のスタッツぐらいだったら全然到達できちゃいそうな活躍っぷりですので、本当に怪我をせずこの調子を保ってバチバチにやってってくれたらいいんじゃないかなと思います。あと良かった選手は、まあ今回ちょっとあれだな、マックさんも良かったよね。なんか途中出場の選手を途中で褒めることないんだけど、まあ今回のマック、まあ正直カゼミロとのダブルボランチって感じではなく、どっちかっていうとマックさんはインサイドハーフ、まあないし2トップの一角みたいな動きが多かったですが、まあ割と今回はマックさんに苛立つことはなく、むしろマックさんね、ドリブルで運んだりとか、やっぱ縦への推進力があるっていう、まあマックさんの良さが生きる感じはしましたし、まあガルナチョのアシストも素晴らしく、もちろん守備してくれるカゼミロがいるっていうのもでかいとは思うんだけど、そのカゼミロの存在差し引いても今回のマックさんは悪くなかったと思いますので、まあこれからもね、マックさんこういう、なんて言うんだろうな、自分にできることを精一杯やってくれればまあいいんじゃないかなと思います。まあ売却候補であることには変わりないけど、いいよね。てか、マックさんのスタッツこれで20試合6ゴール1アシストって、守備的ミッドフィルダーと考えたら、マジですごいっていうか、やることを限定させれば強いし、まあ今シーズン得点で結果残してるから、ワンチャン悪くない値段で売れるみたいなこともあり得るのかなと思います。インサイドハーフだって考えれば、ワンチャンありそうだよね。で、他に良かった選手言っていくと、ダロト。ダロト熱かった。マジでダロトの魂入ったディフェンスは本当に良かったし、リサマルがいなくなったらね、ユナイテッドマジでディフェンス陣営バイブス下がっちゃうんだけど、まあリサマルが抜けた分、ダロトがね、ああいうプレーで引っ張ってってくれたらいいし、ダロトがね、リーダーシップ発揮してくれて、チームのこと引っ張ってもいいわけですから、まあバチバチにここからもかまし続けてくれれば、ワンビサカもいい選手だとは思うけども、ワンビサカを追い抜いて自分自身の地位を確実なものにできると思いますから、熱いバイブスをこれからも期待したいかなって感じです。あとルークショーもね、素晴らしかったですね。モハメドクドゥス、前回の試合では本当にチンチンされて、
て、俺マジでクズスが怖かったんだけど、ほとんど今回の試合クズスの脅威というのは感じませんでした。まあ、もちろんね、アフコン帰りっていうのもあるから、まあ、一概にルクショーが良かったのかどうかっていうのは分かんないけど、でもやっぱルクショーが悪かったらね、モハメドクズスからガンガン得点というかちょっと怖いところが続いたと思いますから、本当に今回のルクショー最高でしたし、攻撃でもねめちゃめちゃいい感じに活躍してくれてたので、ルクショーとダルトこのダブルサイドバックは最高って感じでした。あとセンターバックもね、まあマグワイアのことはさっき褒めたからあれだけど、まあバランも割とこう途中から出てきてね、バッチリディフェンスかましてくれましたので、まあこっから多分スタメンはねマグワイアとバランということになりそうなので、リサマルがいなくなった分彼ら2人がバチバチに引っ張っていってくれたらいいんじゃないかなって感じです。まあ以上こんな感じかな。まあメイヌも相変わらずスーパーなプレイしてましたが、ブルノみたいな感じ、ブルノも素晴らしいプレイしてもさあんま褒められないじゃん。多分なんとなくここ最近の調子を見ていくとメイヌもそんな感じになっていくような気がしますので、まあまあメイヌも今回素晴らしかったですが、今回そんなに褒めなくていいのかな、ないしブルノと同じ扱いだと思ってくれていいのかなと思います。まあ以上こんな感じかな。とにかく選手全体として良くて見てて楽しいなっていう感じがしました。まあでも一つ気になったというか、まあ配信でもね少し話題になってて、アスレティックでもね若干話題になってますが、まあテンハグは今後どうなるのかなっていうのは感じました。とりあえず選手としての調子がいいから勝った、いやこれは別に悪いことではないんだけど、そのテンさんの戦術がめちゃくちゃ光ってたから勝ったっていうわけではないから、あれこれ監督テンハグじゃなくてもいいんじゃねみたいな、そういう気づきになって、しっかり戦術を落とし込める監督を連れてきた方がいいって結論になったら、割となんて言うんだ、選手の調子がいいんだったら、調子のいい選手かける戦術が組み込まれたらさ、めちゃくちゃ強いっていうのはなんかアーセナルだったりリバプールだったりシティとかさ、その辺が示してるわけじゃん。だからなんて言うんだろうな、テンさんの采配のおかげで勝ったっていう感じが薄いのって、もしかしたら結果は出してるっていうか、まあ勝ってるから別にテンさんの成績が悪いみたいな、そういうことはないんだけども、まあなんか将来的なことを考えると、別にこれテンハグじゃなくてもよくねって感じになって切られてもある種仕方ないのかなって感じました。選手の調子がいいだけだとさ、まあ結局話はだいぶ逸れるけど、日本代表も選手の調子がいいと勝つけど、やっぱ戦術がないから負けたみたいな感じだったんでしょ、みんなが配信でなんで負けたのか教えてくれたけど、なんかそういう状況って結局良くないよねっていうのはサッカーファンみんな分かってると思うし、ラトクリフさんもね結構なんて言うんだろう、サッカーヘッズだからそういうの分かってる気がするから、もしかしたらね別にテンさんのこと俺は嫌いじゃないんだけども、まあちょっとスールシャル先生寄りというか、まあ森保先生寄りみたいなところが結局あるから、まあワンチャン切られても仕方ないのかなって思っちゃいました。まあこの辺結構皆さん意見分かれると思うので、その辺もコメント欄にいろいろ教えてください。最後に順位の方見ていきますと、今回ハマーズに勝ったことによりユナイテッドは単独で6位ということになりました。これはかなりでかいですね。スパーズとの勝ち点差は6、アストンビラとシティとの勝ち点差は8まで来ることができましたから、この調子が続けば全然まだシエル権争い食い込んでいけるような気がしますし、次の試合はなんとねアストンビラということですから、もしユナイテッドがね次のアストンビラ戦勝ったのであれば、アストンビラとの勝ち点差はなんと5ポイントということになりますので、ちょっとマジで次のアストンビラ戦も気合い入れて勝ちに行かないといけないですし、ちょっとリサマルがいなくなったことによってねちょっと勝率が下がるような気がしますが、マグワイアと、まあ、ダルトと、まあ、バラン、ルクショー、この4人のねバイブスでリサマルいない分、まあバチバチに頑張って攻撃陣営がね今日みたいに大活躍すれば全然ワンチャンあると思いますから、アストンビラ戦も我々はバッチリ応援していけたらいいんじゃないかなと思います。とりあえず以上こんな感じですかね。とりあえず選手たちの調子がいいので、リサマルが怪我するってアクシデントありましたけど、まあこの好調を維持して、まあ、CL 権が釣り取りに行けたらいいのかなって感じです。以上で今回の動画終わろうと思います。まあオープニングでも話した通り、ちょっとまだ2月上旬ねごたごたしてしまって動画の投稿頻度下がると思いますが、まあ極力動画出していく予定ですし、まあ一通りね新居に引っ越しが終わったりとか、そうすれば動画のペース戻ると思いますので、まああの皆さん心配いらないというか、あんま余計な心配はせず、今後もね動画は上がっていきますので、チャンネル登録の方解除しないままいてくれたらなと思いました。まあ以上で今回の動画終わろうと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、うわいよ、チュ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